一緒に買おうとかって言うわけよ。あの人も超ひどい人で、もう辞めなかったら社長クビにするぐらいのこと言われる。ホリエモンチャンネル。2005年、堀江さんはフジテレビ買収されしようとして、まあ、失敗。日本放送は買ったの。日本放送までは買えたの。あ、そうでしたっけ。日本放送は 50% 以上買ったんで買収成功したんですよ。はい。でその後のフジテレビまで金が続かなかったっていう。近鉄の時は、わ、堀江門すげえ、堀江安貴文って称賛されてたと。まあ、これで180度悪者にされた。凄まじく叩かれてましたね。凄まじかったです。やばかった。やばかったっすよ、あの時。僕もだって堀江さんのこと大嫌いでしたもん。なんか洗脳されてメディアにだってわっていう悪者がいるっていう報道してたから、ずっとフジテレビを買おうとしてるとんでもない悪党がいるっていう報道してましたよね、これ日本中で。してた。だから俺も大嫌いだったんだもん。なんか悪いやつだって勝手に思ってたんですよ。本当に今思えば、でも別に 買おうとして何が悪いのって感じじゃないですか。そうなんですよ。別に法律違反してるわけじゃない。だテレビって本当に怖いのよ。もう怖いよ本当に。って思った。あの要は何をしようとしてたかっていうと、もともと日本放送ってラジオ局が、はい、最初に作られたんですよ、はい、でそのラジオ局の子会社としてフジテレビって作られたんですよ、はい、あ、元はそうなんですね。そう、あの1951年かな、日本放送ができたのは、はい、で日本放送は日経連っていう日本経団連の前身の経済団体が、はい、その当時なんか結構共産党とか その労働組合活動みたいなのがすごく盛んで、はい、であのそういう人たちに対抗するためにラジオを使って、はい、そのな牽制するっていうか、はい、あの資本主義をこう広めようみたいな、そのために作られたのが日本放送なんだ。知らなかった。だから日本放送なわけじゃん。なるほど。なんかちょっと右翼っぽいじゃん、はい、名前がね。名前はそうですよね。でも そこの専務理事やってたあの人がいて、はい、あのその人が密かに株を買い集めてた。あ、そうなんですか。だから要は日経連と本当日本を代表する会社が共同出資して作った会社だからさ、はい、その会社が要はなんていうのこう、例えばトヨタ自動車みたいな、はい、そういう こう会社がちょっとずつ買ってるわけじゃん、はい、炭鉱の会社とか、うん、繊維の会社とか、はい、輸入のすごい安い石炭が入ってきたり、はい、中国とかなんかそういう安いところに押されちゃって、はい、どんどんバタバタ潰れていくわけ、はい、それをこっそりその専務理事の人がおじさん買い集めてた、はい、で気づいたら半分持ってたの、その人が。でその社長とか追い出して自分が社長になったんだよ、はい、だから実は日本放送って最初に乗っ取られた会社なんだよ、元々。あ、そうなんだ、知らなかった。そう、その当時 の社長がまあまあその人が買ったの、はい、でその後文化放送ってあるじゃん、はい、文化放送って聖パウロ教会と大文社っていう出版社が作った会社のね、はい、宗教のプロパガンダ放送と深夜のなんか学習ラジオみたいな大学講座とかなんかそういうのやってるラジオ局の、もともとは文化放送、はい、あ、知らなかった。でその会社が共同出資して作ったのがフジテレビ。あ、そうなんだ。3分の2がフジテレビ、3分の1が文化放送みたいな会社なのね、はい、1970年ぐらいに作られて、はい、その会社がですね、要はその社長一族がいたんだけど、はい、その社長一族はその日経連の企業からその乗っ取ったわけよ、自分でね、はい、会社を、はい、でフジテレビも子会社じゃん、うん、実質的に、はい、であと産経新聞って新聞社も買収して、はい、もう新聞とテレビとラジオを持ってる一大メディアグループになった。すごっ、はい、で息子に継がせたわけ社長、うん、でその人がフジテレビの中高の祖って言われてて、はい、面白くなければテレビじゃないっていう言葉を生み出した人で、はい、でその頃までって母と子のフジテレビだったのね。あ、そうだったんだ。そうできた当初はちょっと教育っぽい感じの、うん、だからポンキッキーズとかさやってましたよね。あとあのサザエさんとか、はい、看板番組じゃん今でも、はい、それはだから母との子のフジテレビっぽいじゃん、なんか、まあ、確かにその、ね、タイトル通りというか。でも、うん、そのハルコさんって息子になってからもうこれからはカルチャー路線っつって、それでなんか俺たちひょうきん族とか、だからバラエティに、そう俺たちひょうきん族笑っていいともみたいな番組がその当時できたわけ。へえ。その時のだから活躍してたのはビートたけしさんとか、
タモリさんとか、はい、所ジョージさんとかなんか今もなおね今もなお大御所として第一線だけど、うんはい、その頃にフジテレビの路線ってバーッと変わったわけでお台場にあの球体にね球体のやつを作ったりとかして、うんはい、これからお台場盛り上げぞみたいな感じだった、はい、でその時にその2代目の社長が死んじゃうわけ2代目って 3代目ぐらいだけど、はい、休止しちゃって、はい、でその娘婿の人が会社を継ぐんだけどその後ろ盾の親父も死んじゃって、はい、で今相談役取締役相談役ってやってる日枝さんっていう、まあ、人がいるわけですよ、はい、で日枝久志が追い出すわけですその人取締役会で、はい、だからクーデターを起こすわけ、だから2回乗っ取られた会社だから、はい、だから俺に乗っ取られそうになるいや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 そういう会社なんだそうかだからあもうもともとそういった争いっていうかその会社のなんか所有権みたいなので、うん、だけど日枝さんっていう人は、うん、フジテレビの人なんですよ日枝さんってメガネかけた方ですよねあの、うん、そうで日枝さんっていうのはフジテレビの生え抜きなわけもともとね、フジテレビのローソンの初期長やったのもんな、でその後その組合だったからね、はい、こいつはやばいっつって、はい、その社長が一本釣りして、うん、秘書室長みたいなやつだっけ社長室長かな、はい、でやって当時はその追い出す時フジテレビの社長になってたのね、はい、でその娘婿を追い出すわけ、はいはい、クーデターを起こして、はい、でそのでもその要は日本放送の株半分持ってたわけじゃんそこの一族は、はい、でも親父も死んで弟死んだけど、うん、要はその一族何人か兄弟いるから、はい、そこに株が分散されて持ってるわけじゃん、はいはい、そこの一族に株の支配権で負けるわけですよね、まあ、だし日本放送の人じゃないじゃん、うん、はい、日枝さんは、はい、で親会社じゃん、はい、でも一番稼いでるのフジテレビフジテレビですよねだからフジテレビがの親子関係を変えようとしたのねあフジテレビを上にしてそう日本放送をでもそれは容易ならざることなのよ、うん、いろいろ会社法の慣れとかがあって聞いたことないですもんね例えば親会社が、日本放送の株をフジテレビがいくら持ってても親会社だから、はいはい、議決権がないのあそうなんですねだから日本放送の株を いくら買っても、うんそれはフジテレビの議決権ないから、はい、何にも意味がないわけ、はい、みたいなのがあって、はい、いろんなルールがあって、はい、それを解消するために日本放送をまず上場させて、はい、フジテレビを上場させてその乗っ取り一族の株をどんどん薄めていくわけなるほどとかってい もう経営の本質とは全く関係ないその自分の支配権を上げるためのいろんな工作をやってたわけ、はいでその最終処理段階のもう最終局面になった時に村上ファンドが入ってきたわけ懐かしいとか言っちゃった村上ファンド村上ファンドがライブドア村上ファンドですよで邪魔を しようとして、はい、それでうちに一緒に買おうとかって言うわけよ村上ファンドがでも途中ではしご外すんだけどねはいはいあの人も超ひどい人で、はいだって今もうなくなっちゃいましたもん、ね、あ村上ファンドはないよですよね村上ファンドなくなっちゃいましたねでも村上さんいるからさあ、まあ、もちろん、はい、で要はひどくない買おうぜ買おうぜって言ってきたんですよねでもうちに買おうぜ買おうぜって言ってきたのに、はい、途中で はしご外してもう全部売っちゃったよとかみたいなだからもう俺はでも村上さんってそういう人だってなんとなく思ってたからあれだったけどうちのね幹部たちは許せねえ村上みたいになってたもんね何なのあいつしかもそれしたことによって村上ファンドっていい会社だなみたいな空気流れ飛んでしたなんかさ堀江さんはまだ戦ってる、ねねね、なんかいやうちはもう手引きますよみたいな、うん、で俺村上ファンドいいやつだと思ったもんその当時、うん、18ぐらいで、うん、ライブドア開く村上ファンドはちゃんと正義の心があるんだみたいな報道されてたの本当にずっとで、まあ、そんな感じのことになり、はい、で そこが結構でかかったっけ日本放送の株を半分買うのに1000億ぐらい必要だったっけ半々で買った500億ずつであ足りるじゃん、はい、2社だから、まあ、
一応800億ぐらい持ってたから、はい、それでなんとかなる予定だった。じっくり次はフジテレビっていう、はい、でフジテレビの株を日本放送が当時 30% ぐらい持ってたのかな、はい、25% か 30% ぐらい持ってたから、その辺をじゃあこれから資金調達して頑張っていこうみたいなことを言ってた、うん、そしたら突然はしご外して俺たちで全部買わなきゃいけなくなっちゃって、うん、1000億使っちゃったわけ、はい、だ金なくなるじゃん、はい、でもうフジテレビはどんどん圧力かけてくるわけよ、はい、でそうですね、いろんなもう、うん、当時すごかったよ圧力のかけ方。もちろんテレビであいつは悪の巣窟だみたいなこともずっと言うし、うん、あとなんかねこれあの NHK 党の立花隆さんから聞いたんだけど、はい、当時彼は NHK にいて、はい、であのエビジョンイルって言われた海老沢勝司さんって当時の NHK の会長とかの話を聞いてるわけ、はい、で海老沢勝司と日枝久志はめちゃくちゃ仲が悪いわけ。悪いんですか？ NHK とフジテレビって仲悪いわけ。あ、そうなんだ。そう、はい、やっぱフジテレビは民放の優みたいな感じだし、うん、NHK は NHK でこうねでかいじゃん、うん、だからもうバチバチだったわけ、はい、2人は。だけど俺に対してはもう五越同州だみたいなそんな悪いやつ、仲悪いのに、ね、仲悪いのに、ね、共通の敵はいつも一緒に倒す。いつも悪口を言っていた比叡だと手を組んだって言ってすごくないですか、そことそこ組ませるって。逆にだからもうなんか共通テレビ共通の敵みたいになっちゃって、うん、だからもうテレビのネガティブキャンペーンすごいし、うん、そのタレントに対する圧力もすごいし、はい、もう堀江の悪口言わなかったら使わねえからなみたいな、うん、で日本放送はもう買収しちゃったからさ、はい、もう日本放送には出ないとかなんかよくわかんないことを言うタレントさんとかもいっぱいいて、大変だったんだから。でそれだけじゃなくて、まあ、それだけだったらまあただのネガティブキャンペーンだからいいんだけど、はい、今度はお金の方を占めてくるわけよ。例えば、はい、まあ、銀行から借り入れとかはしてなかったのね、うちは、はい、あの儲かってたから、はい、いいんだけど、そうじゃなくて例えばリースとかしてるわけよ、はい、コピー機とかさ、コンピューターとかのリースとかしてんだけど、はい、そのリースとか止めるのよ、リースの更新をしないとか。あ、その息のかかった会社さんがもう、いやいやもう普通のだからオリックスみたいな会社が、まあオリックスの方が球団つながりでさ、はい、宮内さんって会長と鍋さんも仲いいから、はい、もう貸すなみたいな。やばい。じゃあもうテレビ業界だけじゃなくて日本の企業が堀江さんを殺しに行ってる。俺を殺しに行ってるわけで。そう、その時のイメージがあるから日本 VS その堀江もみたいな。本当にそう、そうでしたよね。そう、だからもうそんな感じになったからさ、はい、もうやばいねっつって、はい、でまた村上ファンドが金貸すよとか言うわけ、はい、100億ぐらいでいいかとかっつって、はい、でも村上さん金貸すって言ってますけどみたいな感じで取締役会で言って、もう取締役会は賃貸ムードで、うん、もうなんか本業がさ痛手を受けてるわけじゃん、はい、でなんか大変、金がねえから何もできねえみたいな感じになっちゃって、はい、もうなんかフジテレビの買収はやめようってなったの。もうやめなかったら社長クビにするぐらいのこと言われて。あ、そうなんだ。でどうしようってなって、まあ、でやめたんだ、はい、やめてその和解をするみたいな感じになって、最終的にフジテレビから440億出資を受けて、はい、1000億分のその日本放送株はフジテレビに売るっていう。へえ。いきなり1400億入ってきたの会社に。はい、とてつもない額ですよね。とてつもない額じゃん、はい、また儲かりだすわ。すごっ。だからその時に言われたのが、なんか突然フィクサーみたいなのが来たわけ、はい、アラビア太郎の息子ってやつが来て何者なんですかその人は知らないと思うけど、はい、まあアラビア太郎は元 旧満州太郎って言われてて、はい、日本があの占領してたというか傀儡国家 の中国東北部にあった満州国で一儲けした満州太郎とおじさんがいたわけ、はい、でうまいこと満州をがもうね、あの中国にっていうか戦争負ける、うん、末期にお金をもう持って逃げて、はい、その元手にしてサウジアラビアに飛ぶわけ。へえ。でサウジアラビアのもう教科書にも載ってるんだけど、世界最大の海底油田、カフジ油田っていうのがあるの、はい、サウジアラビア沖に。サウジってまあ油田めちゃくちゃ世界最大の油田があるわけ、うん、それを掘り当てた。すごっ。そう、満州で儲けた金を投入して、はい、
でサウジアラビアから採掘権を買って、はい、でアラビア石油って会社を作って、はい、でその半分の権利を持ってたわけ、はい、そんな人の爆儲かりしてる超金持ちがいて、はい、その息子がいきなり来たんですか。いきなり来た堀江さんっつって、そのなんか証券会社経由で、はい、なんか俺が比叡だと仲直りさせてやるぐらいお、こんな人やっぱいるんだよ本当にそれであれ仲直りしたんですか。仲直り、いやいや全然関係ないんだけど、はい、まあ、正木ジョージさんって人なんだけど、もう亡くなられたんだけど、はい、あのその人が言ってきたのは、堀江さん悪いこと言わないから買った値段で売りなさいと、そうしないと大変なことになるぞと。ああなるほど、なんか色なんていうか、ちょっと目先の欲にあれすんなよ、あじゃなくて、もう本当にそうしないとお前やばいぞと。もうその日本のそのなんていうの、こうフィクサーたちからお前は狙われてるみたいなそんな漫画みたいな、いやマジで言われて、はい、だってお前知ってるだろうと、昔孫正義がテレビ朝日買おうとしただろうと。知らなかったか、買おうとしたの、はい、さらに俺よりも15年ぐらい前に、はい、テレビ朝日の株を 20% 買って、はい、ルパート・マードックってまだ生きてる人なんだけど、アメリカの、はい、まあ、メディア王、フォックスニュースとか、はいはい、わかります、あの辺をやってるテレビ局とか、はい、いろんなメディアを持って、スカイっていうあの衛星放送の会社とか、はい、持ってるやつがいるのよ、はい、もうそいつ今会ったことあるんだけど俺そうなんですね。いやいや、だってなんかニューヨークで、はい、そこの傘下の新聞かな、はい、の編集長が、うちのボスがお前に会いたがってるから、なんかニューヨークまで行ったもん。わざわざ会いに行ったんですね。で、なんか、あでもその時の関係があったから、その後ライブダー事件でさ、会社を売ったりとかする中で、そのニューズコーポレーションで彼の会社も買ってくれたりとかしてたから、まあそれはいいんだけど、はい、いや何が言いたいかっていうと、孫正義とルパート・マードックが組んで、はい、テレビ朝日を買おうとしたのよ、はい、でも買った値段で売ってたの。あ、買収断念して。同じだじゃん。だから多分同じことが起きてるんだよ。へえ。で実は楽天の三木谷さんも TBS を買おうとしたじゃん、はい、みんな同じじゃん。で TBS の株30何パーセント買ったんだけど、はい、買った値段で売ったからね。へえ。だから買った値段で売らないとお前ら許せないぞみたいな。でも俺たちは440億もらっちゃったから、はい、それで恨まれたねお前儲けやがってみたいな。へえ、盗っ人に追いせんかみたいな。それで分かったよ。でもその後捕まるわけじゃん。それで捕まるわけよ。ホリエモンチャンネル。